寒さが厳しくなり本格的な冬の訪れを感じる頃、全国各地の湖では釣り人がワカサギを求め一喜一憂、盛り上がりを見せる。あ、来てる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 、これは来ました確実に。よっしゃ、2匹2匹おめでとうございます。ありがとうございます。1日に2511匹を釣り上げた経験を持つワカサギ釣りのスペシャリスト尾崎渚さんはその魅力をこう語る。上手い人と同じように真似をしてもやっぱり釣れなかったりするんですよ。やっぱりその辺ってこうわずかな感覚の差だと思うんですけど、こうそういうところにこう目には見えない奥深さがあるというか、やっぱりそういうところを突き詰めていくと数が釣れるようになるので、より面白みが増すんですよね。今回尾崎さんがホームにする山梨県山中湖を訪れ、共にワカサギ釣りに興じるのはタレントの福島若菜さん。手軽ながら奥が深い冬の風物詩を楽しむ。山梨県南東部、日本のシンボル富士山の麓にある山中湖。夏はカヌーやカヤックも楽しまれるこの湖は、冬にはワカサギの一大レジャーランドとなる。12月上旬、福島さんが山梨県在住の尾崎さんを訪ね、山中湖へとやってきた。今シーズン何匹ぐらい釣ってるんですか？一昨日1000匹。福島さんと尾崎さんは今から3年前も一緒に釣りを行った仲。その時福島さんはほとんどワカサギ釣りの経験がなく、1日81匹を釣り上げるにとどまった。今の状況いかがですか？そうですね、今シーズンは結構魚もたくさんいるので結構釣れてますよ。今回は、はい、なんとか一足、はい、100匹を目標に前回達成できなかったので、はい、リベンジも含めてまたチャレンジしていきたいと思いますので、はい、頑張りましょう。今回釣りをするのは尾崎さんがスタッフとして働いているドーム船。釣りをする場所がドーム型の部屋になっており、暖房設備やトイレ、さらには電子レンジや給湯ポットなども完備。ワカサギ釣りというと寒い中氷上に穴を開けて行うイメージを持つ方もいるかもしれないが、山中湖ではこのドーム船での釣りが主流となっている。福島さん、3年ぶりとなるワカサギ釣り、出船前に改めてどんなタックルを使うのか確認する。まず今日使うリールですね、うん、はい、電動リール、はい、ワカサギ専用ですね。ワカサギ専用の電動リールになります、うん、で次に穂先、はいはい、これ重要なアイテムですね。いろんな種類あるんですよね。そうなんですよ、穂先って。やっぱり繊細な、うわー、はい、これ選ぶの迷いますね。そうですね、まあ、いろんな長さとこうタイプ調子がありまして、その中から選んでいくっていうような感じになります、うん、どれを選ぶのがいいですか？ですね、うん、やっぱり癖のない調子のものを選ぶといいと思います、はい、うん、最初は自分のこうスタイルとか、はい、こうやって釣ったら、よく釣れるっていうのがわからないと思うので、うん、まず当たり障りのない超万能タイプの穂先を選んで釣っていくとすごく釣りやすいと思うんですよね、はいはい、福島さんには今日この02番、はい、00番から05番まであるんですけど、うん、今日は02番ですね。こう00、うん、は柔らかいで、はい、05に行くのに数字が大きくなるにつれて硬くなっていく。あ、気持ち真ん中よりも柔らかめの細身です。柔らかめか、はい、分かりました。福島さんのタックルがこちら。仕掛けの針数は尾崎さんがスタンダードだという6本針。冬場はワカサギが海底近くにいることが多いので、それらを狙いやすいように重りの下にも針をつけ、合計7本針で攻める。
初心者はどんな仕掛けが良いか判断しにくいと思うので、そんな時は事前に船長に相談すると良いだろう。タックルを確認したらいよいよ出船。そしてポイントについたら餌の付け方や釣り方のレクチャーを受ける。餌は4種類準備。ワカサギの杭によって使い分ける予定だ。まず餌付けからになりますね。はい、はい、で針が小さいので、こうちょっと最初慣れるまで難しいかもしれないんですけど、針の根元をこう持っていただいて、はい、で今回僕と福島さんがメインで使おうかなと思っているのがこの紅刺しで、餌の端っこにですね、はい、刺します。ちょんと。そうですね。で針先がしっかり餌から出るように貫通させてください。本当にちょんがけですね。そうですね、うん、でこれを魚のサイズがすごく小さいので、はい、結構大きく切ります。このぐらい、大体3分の1ぐらい針に残すような感じで切っていくと数が釣れるんじゃないかなと思います。でこう気をつけていただきたいのが、餌付けの一番こうやってはいけないというか、間違っちゃうと釣れないのが、うん、こういう感じで真ん中、餌のど真ん中に針を刺してしまう。やっぱりワカサギは餌をこうスッて吸い込んで捕食するので、これだとスッて吸おうとした時にやっぱり口に入り込みづらい。へー、はい、なのでしっかりもう両端どちらでもいいんですけどに刺して切ってあげる、はい、よし、これで OK、 餌付けは完了ですね。はい、はい、そしたらもう流れもちょっとここで見せていただいていいですか。はい、そしたらですね、次はまずですね、このレバー、うん、このレバーを右に倒すことで糸がフリーになってダーッと出ていくので、ね、とりあえず重りを固定まで着底させます。はい、あ、なんか、はい、でこれで着きました。はい、でそこに着いたら少し糸をこう巻いていただいて、ぐーっと巻いて、これで重りがそこについている状態。ちょっと前に倒してますね。そうです、重りの負荷が穂先に全くかかってない、この水平になる位置がそこについている状態。はい、そこから少し重りを浮かせてあげるんですよね。10センチくらいでいいです。まさにこれ、はい、今ですね。今、はい、そしたら、ですね、この一番下のボタンを1回、うん、そうすると棚 11.1 ってなったんですけど、うん、要は毎回重りがスーッと落ちていったらその 11.1 のところでオートでパチンって止まってくれますよっていう設定を今しました。はい、で釣っていくんですけど、うん、こう誘いをかけます。はい、あー来てる、来てる、もう食いましたね。食いましたね、はい、乗ってます、はい、乗ってると思います。でワカサギは結構動くものに興味を示すので、こういう感じで誘いをかけていくんですよ、頻繁に、はい、でもうこれガツガツ来ちゃってるんですけどちょっと巻いてみますね。はい、巻いてみましょう。何匹来たかな。うわ、この穂先の動きを見てるだけでもテンションが上がっちゃいますもん。おお、ちっちゃ。3匹、3匹ですけど、はい、これおー、こんなちっちゃいんだ、はい、これが今の山中湖のもうメインのサイズ。へー、はい、これちょっとやっぱり当たりが小さかったり、うん、当たりが多い割にはかからないっていう難しさが出てくるんですけど、このサイズを、釣っていく。でこう外していく。あー、でこう外す時も、はい、こうリールを置いてこう仕掛けとかをこう両手で取りに行くとやっぱりここが絡んでしまうので、なるべく片手はリールを持ったまま、仕掛けを張った状態で魚を生けすの近くに持って行って外してあげる、はい、当たりがあったら基本的にはもうキュッとかけてあげる、合わせてあげて、でも上げる、上げる、はい、はい、という感じになります。ありがとうございます、はい、よし、釣るぞ。頑張りましょう、頑張りましょう、はい、当たりを取るという点では福島さんも同様のものをつけているが、リールと穂先の間につけて穂先の角度を調整するアダプターが有効的だ。まあ、穂先に気持ちこう下向きに角度をつけることによって、こう当たりがあって合わせた時により素早くその魚の重量が胴に乗りやすい。ちょっと最初から下げておくことによってクッてすぐ
魚の重量がこの一番硬いところにカツンって乗る。なのでこうシャープな合わせでもこう魚の顎をパチンって捉えることもできますし、合わせ遅れも防げるっていう便利なアイテムです。釣り方は体が覚えてますか？覚えてると思うんですけど、うん、こんな感じですよね。そうですそうですそうです。結構誘い方も、まあ、一定のリズムでずっと誘っててダメならそれって本当たるましたり大きく誘ったり、はい、小さく誘ったり、はい、まあ、変化をつけることは大事です。お先に現れるワカサギのあたりを見逃さないように意識を集中。最初の一匹を求め誘いを続ける。暖房設備も整った快適なドーム船での釣り、利用するには事前の予約が必要だ。電話予約とか、まあ、ネット予約みたいな形でとりあえず予約していただいて、でそこでまあ必要なものとかを聞いていただければいいと思います。レンタルタックルも必ず置いてあると思いますので、まあ、そこで借りられますね。で大体各湖によって遊漁券ですねが必要になってくる湖がほとんどですので、まあ、船宿さんに大体置いてあります。なのでそこで遊漁券と乗船代とか餌代とか払っていただいて釣りを楽しんでいただければなと思います。あの辺りを早く味わいたいな。お、やっと来ました。来てる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 。これは来てるんじゃないですか。やっと。いない。いない。どうしよう。本当に。いないですよね。釣るためにはワカサギがいる水深を知ることが大切だ。尾崎さんは魚群探知機でワカサギがいる層を確認。仕掛けをその位置に合わせ誘いを行う。うわ、すごい、すっごい見れる。魚いますね。え、来ましたよ。ちょっと待って。はい、ダブル。ちょっといるけど。今何ですか？いや今多分一瞬当たって、はい、もう自分のタイミングでは、うん、もう絶対かかったって思ったんですけど、はい、かからなかったです。うわ、来た。これワカサギかな。え？あ、ワカサギだ。こっちはでかい。でかいですね。ナイスサイズ。こっちは、おお、ワカサギだ。え、でかい。でかい。下から2番目。釣果を重ねていく尾崎さんのタックルはこちら。福島さんとは少し違う穂先を使用している。これはどちらかというと先調子なんですけど、ここが一番柔らかくて穂先の先端の形状がこう小さなあたりをより大きく表現するっていう、どちらかというとこう小さい魚を釣るのに結構向いてる穂先になります。仕掛け部分はどのような要素を考慮して決めているのだろうか。まず針の本数ですよね。まあ、釣れ具合とかこう群れの幅にもよるんですけど、上級者にこうなるにつれてやっぱり8本針とか10本針とかって使われる方もいると思うんですけど、まあ、基本は5、6、7本を選択していけばいいと思います。こうすごい釣れ盛ってるっていうタイミングだと糸の号数とかも太めで、針も大きめで釣り人側が扱いやすい、さばきやすい、餌付けも針の号数が大きくて早くつけられるっていう選択をするといいと思います。ただすごい小さい魚を釣るとなるとやはり大きい針では多少こう無理があるので、やはりそこに関しては魚のサイズに針の号数をしっかり合わせていくっていうことが大切ですね。で重りもですね、例えば大きな魚に、例えば重い重りとか硬活性な魚に重い重りでストーンストーンと落としていって手返しよく釣っていくっていうパターンと、渋い時はちょっと軽めの重りにしてしっかり誘って、食わすっていう誘いですねにシフトした方が釣果は上がるので、重りの重さもやっぱりその時々によってこう使い分けられるといいと思います。時間の経過とともに
以前ワカサギ釣りをやった時の感覚がよみがえってくる福島さん。ひたすら集中して当たりが来るのを待つ。すると、あ、来てる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 、これは来ました、確実に。よっしゃ、2匹2匹おめでとうございます。ありがとうございます。とりあえずやりましたね。いや、嬉しい嬉しい、よかった。2匹来ました。すっごいちっちゃいですけど、2匹は2匹です。この調子でいきたい。ただ時に一筋縄ではいかないのがこの釣りだ。群れが去ってしまったのか、2人とも当たりが止まってしまう。来そうで来ない。来ないですね、はい、来そうで来ないです。え、来ました？いや、餌買います。ちょっと何匹か釣って、ちょっと餌がまあそんなに言うはダメになってないんですけど、はい、やっぱり新鮮な餌を常にこう下ろし続けるっていうのが釣果に結びつくので。うまくいかないときは原因を考え対応することが大切だ。考えられることを一つ一つ試していく。なかなか難しいな。難しいな、はい、尾崎さんが難しいって言ってるんです。難しいですね。ここでさらなる一手。餌の一部を紅刺しからブドウムシに変えてみる。え、尾崎さん、ブドウムシつけるんですか？はい、ちょっとつけてみようと思います。どこに、どうやって？針の、ど真ん中、仕掛けのど真ん中につけてみようと思うんですけど、はい、やっぱりこう今の状況的に魚の寄りが少し悪いじゃないですか。悪いですね、はい、なのでちょっとこう魚を呼び込みたいという意味でブドウムシはこうつけて切って、こう体液がすごいブワーッと出るんで、うん、臭魚効果があるんですよ。あ、それちょっと呼び込みたいなっていう思いでつけてみます。ブドウムシの端っこにちょんと、はい、刺しまして、お尻を軽くこう切ってあげると、そうするとこうブワーッと出るじゃないですか。これがこう水中でブワーッとなって魚を呼び込む。ワカサギがその匂いに、はい、呼び込んで来てくれたらいいな。ねえ果たして効果はあるだろうか。まあ、とにかく餌を頑張って変えたり、こうブドウムシをつけたり、一生懸命誘ったりっていう部分で、まあ、魚にアピールはしたいですね、はい、ただやっぱりこう風向きが変わるとか、何かこうちょっと環境の変化がないと魚自体のスイッチが入りづらいのかなっていう部分はあるんですけど、まあ、やれることはしっかりやって釣果につなげたいですね、はい、何か変化が必要と感じていた福島さんもブドウムシをつけてみることに。さらにタックルをもう一本増やし、手数を増やしてみる。2本目の竿を出しました、新しく出す方ですね、左手でやろうとしている方は針の号数をちょっと上げさせていただきました。1号、なんで1号にしたかっていうと、0.5 号に餌をつけるのがとっても私が遅かったっていう。100頑張ってくださいね。頑張りますよ私。違うか、あ、つき、つきたきたきた、来たと思います。おし、これ取れたの嬉しい。はあ、小さいけど取れたのが嬉しいですね、当たりを。よし、そう、なんか本当に繊細だから自分がこの当たりを取れたんじゃんっていうのが嬉しい。左右で違うテンポで誘いをかけるのってすごく難しいんですよ、この体的に。なのでどうしても同じになってしまうんですよね、その誘いの幅とか強さとか。でもその揃えることでちょっとした、例えば右手に一瞬魚がかかったとか左に一瞬かかったとか、そういう変化が感じ取りやすいっていう部分はあります、はい、なので同じように
誘っていった方が釣りやすいと思います。これ食べそうだな、あったり、よし来た。よし来ました。来ました、ブドウムシに反応を示した魚ですね。そこからギューってこう上がっていったのが魚探で映ってましたね。すごい、はい、ポツポツとは当たるもののペースは上がらない。そこで船を移動してポイントを変えることに。釣りは午後2時まで、残り2時間半。ポイント移動で好転してくれることに期待する。ないよね、当たったけどないか。いた、よかった、お当たったもん。あー久しぶり、移動してきて初めてのワカサギです。当たってる、暴れてるか。すぐそこでバレましたね、はい、ちょっと上がってきましたね。さっきの場所より反応があります、はい、いや2時間でしょ今、007だもん。まだ7匹しか釣っていない福島さん、当たりを求めて船内で場所を変えてみることに。よし、当たった。このちっちゃい当たりを取れましたよ。よし、釣れるようになってきた。釣果を伸ばすには群れが入ってきた時効率よく釣っていくことが重要だ。ドーンってきた時に片方の仕掛けは必ず群れの中に留めておくっていうことを意識して釣ってます。なのでこう左手の仕掛けで巻いてる時は右手の仕掛けは群れの中で、左手の仕掛けで釣れた魚を外して下ろす、で落ちて群れの中に入ったら右を上げる。常に群れの中に餌をとどめてちょっとでも魚を足止めしようっていう工夫はしてます。で厚みのあるというか高さのある群れが来たら、例えば底3メーターの厚みの群れが来たってなったらここを釣るようにします。これだけの群れだったらここ、なるべく上層を釣るようにして、こうやっぱりここまで落としてかけて上げてくるのと、ここまでだとほんのちょっとですけど時間差あるじゃないですか。でそういうちょっとした部分を気にしながら手返しよく釣っていってるっていう感じですね、はい、ペースは上がったが残念ながら今日はここでタイムアップ。福島さんの1日100匹超えは明日へと持ち越された。そして迎えた翌日、昨日とは違う展開を期待したい。昨日よりは感覚がつかめた感じです。ほら早い。餌付けも慣れてきた福島さん、念願の100匹超えはなるだろうか。あ、ちょっと群れが来そう。あ、来た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 。
ました。1匹目よし、1匹目よかった。可愛いサイズですけどね、このサイズじゃない。ありがとう。よしよし、こっちにもついてました。両手使い馴染んできたんじゃないかな。右の竿と左の竿両方取れましたね。あたり一匹ずつも丁寧に行こう。魚群探知機を見ると上から下までびっしり魚が入っている。このチャンスタイム、尾崎さんは次々にかけていく。3匹、群れ来てます？来てますよ。おほら縦狙ってください。よし、縦狙いますか。縦ってな、狙いすぎも良くないですけどね。なんか外れちゃいますよね途中で、はい、微妙な頃合い読み計らってですね。おー来た、すごくないですか。こっちを上げて外してまた上げるっていう。時間は刻一刻と過ぎるが、二人の好調は続いている。よし、いるいる、ちょっと待って、いるよ、こっちにもいる。まずこっちの、よし、餌がない。まあ、いや、まず下ろしたこ、今あれが出てるから。いきます、2匹追加しました。いよいよラスト1匹、ラスト1匹です。念願の100匹まであと1匹に迫った。お、来た来た、行きますよ、行きますよ、多分福島さんですか、はい。魚群探知機に濃い魚影が映った。よっしゃ、ダブルだ。あー来た、今来た、今来た、来ました、今来た。あー来たー、来たー、いる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 。来ました、100匹目、記念すべき。やった、おめでとうございます。ありがとうございます。やりましたね。やりました、嬉しい。一足ですよ、一足の足は約束の足。ついにこの瞬間が来ました。ありがとう、100匹やったー。あー嬉しい、行きました、3桁、夢の一足達成。いやー、まだまだ初心者の私としてはこの記録は本当に嬉しいです。昨日厳しかったからどうなることかと思ったんですけど、達成することができました。やった、目標は達成。その後も当たりは続く。縦掛け、いけ、効率性を求め縦掛けも狙う。よし、縦一応2匹、ちょっとだけまぐれもありますが待ったつもりです。福島さんは時間ギリギリまで行い170匹を手にし釣りを終えた。え、今日何匹釣られたんですか。560だったかな、はい、そのぐらい釣れました。素晴らしい、はい、尾崎さんからしたら私は170匹っていう数は少ないんですけど、でも自分にとっては目標の一足100匹目、自己最高記録を達成することができました。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、こんなちっちゃい魚ですけどね、はい、この魚をこういかに釣るかっていう部分がやっぱり面白いですよね。またぜひご一緒させていただけたらと思います。ぜひまたお願いします。
冬の風物詩ワカサギ釣り。繊細なあたりは初心者からベテランまで夢中にさせる魅力を持っている。手軽で食べても美味しいワカサギを快適なドーム船で狙ってみてはいかがだろうか。